イタリア語の分子、イタリア語会話やイタリア語の検定試験合格を目指して勉強する限りは使う頻度の高くない文法用語。しかし、皆さんが当たり前のようによく使うあんな単語やこんな単語もみんな分子だったりするんです。というわけで、今回は分子について詳しく解説していきます。いきます。ナレーターは私、東北キリタンがお送りします。改めまして、こんにちは。ナレーションを担当する東北キリタンです。今回は、知っているとイタリア語力の可能性がきっと広がる。イタリアの大学でイタリア語で講義を受けたい人なら、絶対に知っておいた方がいい、分子について、紹介と解説をしていきます。では本題に進みましょう。まずは分子の種類から。分子には、現在分子と過去分子の2種類があります。例を見てください。インテレッサンテは初級レベルから登場する形容詞として、インテレッサートは動詞インテレッサーレの過去形として覚えている人も多いかもしれませんね。はい、ここでインテレッサンテに注目しましょう。このインテレッサンテも動詞のインテレッサーレによく似てますよね。それもそのはずで、元の動詞であるインテレッサーレが変化してインテレッサンテの姿になっています。というわけで、ここまでの内容を軽くまとめると、どうやら、一つの動詞から、現在分子と過去分子の2種類の分子と呼ばれるものを作ることができそうってことですね。で、そもそも、分子とは何なんだって話です。ここの説明が抜けているテキストが多いのですが、私はちゃんと説明していきます。はい、分子というのはですね、動詞から作られるだけあって、元になった動詞の意味を引き継いではいるものの、文中では動詞として機能しなくなっている、元動詞の姿です。例えば、イタリア語では、普通、一つの文を作るには、主語と動詞が必要ですね。この例文では、動詞アンダーレが、直接方言在の一人称単数、バードに活用されています。で、動詞アンダーレからは、現在分子のアンダンテと、過去分子のアンダートが作れるわけですが、イオアンダンテ、いや、イオアンダート。では、まともな文に慣れていないことが、わかるでしょう。なぜなら、一文中に、和法や時制、主語によって活用される動詞が入ってないからですね。というわけで、分子が文中で動詞に慣れていないことがわかります。もう一つ例を加えましょう。過去分子のアンダートに、動詞エッセレの直接方現在形の一人称の活用である、ソーノを加えると、私は言ったという直接方近過去として正しい文になりますよね。でも、この文の主語と動詞の関係になっている動詞はエッセレ。やはり、アンダートは、もともとの、行くという意味は持っているものの、文中では、動詞には慣れていません。こんな感じで、もともとは動詞だったけど、文中では、動詞として機能していないこれらの形を、分子と呼んでいます。では、分子がどんな立場にいるのか、なんとなく分かってきたところで、現在分子と過去分子について、詳しくそれらの機能を解説していきます。まずは、現在分子の作り方から。現在分子は、アーレ動詞なら、語尾をアンテ。エーレ動詞とイーレ動詞は語尾をエンテに変化させて作ります。作り方に関してはややこしい話ではないと思うので次に進みます。では、現在分子の機能の説明です。現在分子には主に3つの機能があります。1つ目は形容詞としての機能。例えば、面白いの意味のディベルテンテ、興味深いのインテレッサンテなどの単語はイタリア語の初級レベルからよくお世話になる単語だと思いますが、実は、動詞ディベルティーレや、インテレッサーレの現在分子を形容詞として使っていたわけですね。他動詞のディベルティーレの意味は、〇〇を楽しませる。他動詞のインテレッサーレの意味は、誰々の興味を引く。これらが現在分子、形容詞として使われる時も、しっかり元の動詞の意味を反映できているのがわかると思います。はい、これが現在分子の形容詞としての機能です。現在分子の機能二つ目、名詞。要するに、現在分子を名詞として使うわけです。例えば、先生のインセニャンテや歌手のカンタンテという名詞。インセニャンテは、教えることをするから、すなわち先生。カンタンテは、歌うことをするから、歌手。例えば、命令するという他動詞のコマンダーレの現在分子は、コマンダンテ。このことから、司令官など、命令する立場の人を、コマンダンテと呼びます。こんな感じで、現在分子が名詞として使われるときは、動詞する人になっています。これを知っておくことは結構大事で、現在分子の3つ目の機能の理解にも関わってきます。では、現在分子の3つ目の機能。それは、関係代名詞と関係施設のセット機能です。
この機能のことを参考書の中には動詞のように扱うと解説してあるものもありますが、それだと超わかりにくいので、私は関係代名詞と関係施設のセット機能と呼んでいます。なんだかややこしそうですが、わかると簡単なので例文で確認しましょう。Il treno proveniente da Napoli arriva al binario 2. ナポリから来る列車は2番ホームに到着する。この文の現在分詞、プロベニエンテは、ケ、プロビエネと、関係代名詞のケを使って言い換えることができます。こうやって観察すると、現在分詞のプロベニエンテが来るという動作の意味付きの関係代名詞のようになっているのがわかると思います。はい、ではもう一つ別の例を見てみましょう。All'ingresso ci sono gli addetti controllanti i documenti. 入り口には書類を確認する係員がいる。この文の現在分詞のコントロールランテは、複数形であるアデッティに合わせて語尾が意に変化していますね。そして、この現在分詞を関係代名詞を使って言い換えると、ケ、コントロールラノになり、イドクメンティはコントロールラノの直接保護。ここから、現在分詞を関係代名詞のように使うときは、現在分詞の元となった動詞の直接保護等を置くことも可能だということがわかります。では最後に、もう一つ要例を見てみましょう。I conducenti le auto devono rispettare le regole stradali. 車の運転手は交通ルールを遵守しなければならない。この文では現在分詞の前に先行詞にあたる別の名詞などがありません。このような場合は現在分詞の名詞機能と関係代名詞的な機能が同時に使われていると考えられます。つまり、I conducenti le auto はコローロケコンドゥーコのレアウトに言い換えることも可能です。はい。以上が現在分詞の持っている主な機能の説明です。実は、三つ目の関係代名詞と関係施設のセット機能について、今日ではあまり使われないと説明している参考書や学習サイトが多いのですが、半分正解で半分嘘です。確かに、口語ではあまり使われませんが、法律の文や新聞記事ではそこそこ使われていますし、大学の講義を受講すると頻繁に使われているのがわかります。というわけで、この動画をここまで見てくださった方に限っては、現在分詞を関係代名詞の代わりのように使えるようマスターしちゃいましょう。お疲れ様です。ここからは過去分詞の機能の解説です。過去分詞の形は、イタリア語の基本中の基本の過去形、直接法近過去を勉強したことがある人なら、絶対に見たことがある形ですね。作り方に関しては、ややこしい話ではないと思いますし、英例動詞には不規則変化をする動詞が多いのも特徴ですが、ここで改めて紹介しなくても良いかと思うので、次に進みます。では、この動画では、過去分詞の基本的な機能3つについて解説していきます。あ、過去分詞には、従属節、分詞構文を作る機能があるのですが、その紹介をすると、動画の尺が長くなりすぎるので、別の機会に過去分詞の分詞構文の動画を作る予定です。その際には、ジェルンディオとの比較もできたらいいなと思っています。はい、本題に戻りまして、過去分詞の機能一つ目。あらゆる動詞の複合時制を作る際に使用される。要するに、近過去や大過去などのような、助動詞アベーレやエッセレと組み合わせて作る過去形には、過去分詞が必ず使われるということです。まあ、当たり前のことすぎて、改めてどんな使われ方をしているのか説明はしませんが、動詞の、アート、ウート、イートで終わる形を、明日から、動詞〇〇の過去形ではなく、動詞〇〇の過去分詞と言えるようになると、かっこいいですね。では、過去分詞の機能二つ目。過去分詞は、動詞の受け身の状態であるということ。例えば、送るという意味を持った他動詞のマンダーレ。この動詞の現在分詞は、マンダンテ。過去分詞はマンダート。この絵で言うと、マンダンテは、箱を送る、配達している人。送られている状態の箱は、受け身状態のマンダートというわけです。これ、現在分詞と過去分詞が逆転することはありませんね。同じ動詞から生み出された分詞であっても、現在分詞は、ある動作をする様子を表し、一方、過去分詞は、ある動作を受ける、される様子を表している違いがあります。そして、この受け身状態の過去分詞は、一般的な形容詞と同じように使ってください。要するに、対象の性と数によって語尾を変化させてくださいということです。では、過去分詞の機能3つ目。関係代名詞と関係施設のセット機能です。現在分詞にも同じような機能がありましたが、過去分詞にも関係代名詞と関係施設のセット機能があります。
過去分詞の場合は現在分詞以上になんとなく読めてしまえている場合が多いかもしれません。例えばこんな文。Il pacco spedito dal Giappone non è ancora arrivato. 日本から発送された箱はまだ届いていない。この文、spedito dal Giappone の部分は、関係代名詞を使うと、che stato spedito dal Giappone と言い換えることができます。こんな感じで、何々されるもの、何々されたもののような受け身表現は、関係代名詞を使って表現する代わりに、先の例文のように、過去分詞の関係代名詞と関係施設のセット機能を使って表現されることがよくあります。この表現はぜひ使えるようになってほしいので、もう一つ似た例文で確認して、今回の動画は終わりとしましょう。La lingua parlata in Germania è il tedesco。ドイツで話される言語はドイツ語だ。お疲れ様です。今回は現在分詞と過去分詞について説明してきました。現在分詞の関係代名詞的な用法は、わかるようになると難しい文章も読めるようになってくるので、上級を目指す人は必ず使えるようになりましょう。今後、分詞構文とジェルンビオの比較動画を出したいとは思っていますが、いつになるかはわからないので、気長にお待ちください。はい、それではこの動画が役に立ったと思った方は、高評価を。これからも一緒にイタリア語を勉強したいと思った方は、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。